スタジアムは多くのサポーターによって盛り上がりを見せています。この時間は湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズ、こちらの一戦をお届けいたします。天気は曇り、時折雨もパラパラと混ざって降っている状況です。今日のナイトゲーム、湘南はこの試合 3-5-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか？この場合2トップは1人がスピードのある選手、もう1人はポストプレーヤーで組ませるパターンが主流ですよね。またサイドはウィングバック的な役割を果たすので、全体的に過酷な運動量を必要とするシステムですよね、はい、キーとなるのがボランチですよね。中盤の底からグイグイ押し上げていくのがポイントになりますよね。湘南のキックオフでスタート、湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズ。まあゲームの序盤は相手にペースを作らせないことが重要になりますよね、はい、そのためには立ち上がりから積極的にチャレンジして自分たちをサッカーすることをまず心がけることですよね。なるほど。ゲームの立ち上がり、まずは見ていきましょう。キーパーからのロングフィード、プレスからボールがこぼれる、サウからアーチのようなパス、もうこれいいでしょ、足元がどうだ、シュート、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。ここで受けて収まってフリーだ、ミドル、もう空いた瞬間狙ってきますからね、もともとミドル得意ですからね。名護ミドルシュートでした。田中、この位置で受ける、来ましたよ、これ来た、ミドル、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。思い切って狙ってきましたよね、まあ、相手よりシュート数少ないので、そういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。いいプレッシャー、いけるか、裏へ届くか、裏へ飛び出した田中、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここで受けてチャンス、だがシュート、神福本のセーブ、上げる、これは先制、アントラーズ、いやー素晴らしい、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか？いや、もらい方良かったですよね。しっかり相手キーパーの動きが見える位置にパスを要求し、シビアなタイミングで受けた割には冷静でしたからね。全体的に相手の守備も対応遅れましたし、ラストパスで勝負あったゴールと言えるんじゃないでしょうかね。いや、よく反応しましたね。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。さあ鹿島1対0先制しています。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、ボール入るか、いいボールだ、上げる、来た、シュート、鹿島完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、コントロールできなかったですね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。田中スルーパスを狙う、いい形ですよ、抜けた、これ仕掛けるか、一連の流れ、スルーパスを受けてからのシュートでした。スペースをもらうことができたときにはチャンスは広がりましたね。湘南は決定的なチャンスを迎えたシーンでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。キーパーから前線へ、
鹿島としては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね。はい、シュート鹿島はディフェンスの対応の仕方に問題があったのか、今のは非常に危険なシーンでした。最後はちょっと焦りましたがね、ちょっとシュートのコントロールが足りませんでしたね。先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。前線へ長いボール、高橋、裏へのスルーパス、裏へ飛び出した、さあどうだ、もういい形じゃないですか、上がる、シュート、いやピンポイントで合わせましたが決まりません。持ってきてますし、ただ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから、まあ、バランスですよね。湘南決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。大きく前線へ、プレスからボールがこぼれる、スルーパス、サイドのスペースへ走らせる、裏のスペースを狙う、これはつながりませんでした。田中、スペースを狙う、ふわっとしたボール、ここはキーパー処理しました。伊佐尾、裏を狙っていきます、チャンスを演出できるか、コーナーキックです。このコーナーはどうだ、短く出す、もういい形ですか、中へコーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。さあどうだ、来たか、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。湘南いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。平岡、さあつながるか、大野瀬に渡る、いいプレッシャー、伊佐尾、伊佐尾から長いボール縦へ、ここは通しません。ここで前半が終了しました。前半から得点が動いています。湘南今のところ先制点を許したままという状況です。守備をしながら点を取りに行く、追加点を取られてしまいますと差が開いてしまいますからね。湘南ベルマーレ対鹿島アントラーズ、ではこの後も引き続き試合をお楽しみください。さあ後半、この後半の入り方というのは非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、これを取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。上田、一呼吸を置きます。関川、知念へ、おいい形じゃないですか、知念、ここはカットします、カウンターを仕掛けます、うわー広い回、さあどうだ、大きく縦へ、さあカウンタースピードを上げたいところ、野々、さあ右へ預けてスルーパスを出す、来ましたよ、シュート、わー、いやー追加点アントラーズ、いやリードを広げました。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。最後のスルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうゴールを奪っていくぞという勢いのあるようなスルーパスですよね。もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは湘南はここでベンチが動きます。
さあ湘南2人の選手を入れ替えます。さあ鹿島さらに1点を追加し2対0としています。鹿島としてはここからさらに自分たちのサッカーがしやすくなりますよね、はい、2点リードは精神的に大きいですからね、うん、ゲームの主導権を握る上でも状況としては非常にいいですよね。そうですね。小野瀬足元大事にいきます。クロス合わせてくるか。来た。これは阿部が北澤さん先ほどからしっかりマークされてますね。シュート。湘南は同じようなチャンスが続いています。この時間帯リズムがいいですよね。決まってもおかしくないようなシーンが先ほどから連続してますからね。先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。鹿島はメンバーチェンジがあるようです。キーパーから前線へ。おお、いい形じゃないですか。ロングフィードで狙う。もうこれいいですよ。シュート。神福本のセーブ。素晴らしい反応でした。いや素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。この場面でスーパーセーブです。コーナーキックです。短く出す。いい展開ですね。さあどうだ。クリア。このピンチをなんとか出します。湘南立て続けに選手を入れ替えてきます。さあ湘南同時に2人の選手が入れ替わります。ここで丁寧にコントロール。さあ来たか。これ仕掛けるか。自分で行く。来ましたよ。さあどうする。シュート。うわー、ちょっとつくことができなかったか。ディフェンス陣非常にアングルを見つけながらねボールを持ち直してシュートコース見つけてましたよね。高橋ふわっと裏を狙う。いいボール入りますよ。あー、いい展開ですね。シュート。ここは合わせてきましたがものにすることができません。前線出てくる人数が多いでしょうね。なんとか今のシーンしのぎましたね。そうですね。今のカウンターを食らいましたけども攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。キーパーから前線へ。プレスからボールがこぼれる。サイドへ石井。裏のスペースを狙う。ちょっと伸びてしまいました。知念。湘南としては今日はちょっと噛み合ってなかったですけどこのまま終わってほしくないですよね。さあ来たか。ここは通しません。いいプレッシャー。つながります。奥の長いボールを送ります。関川組み立て直します。上田ゆるく狙ったボール。このボールはカットされます。さあここでカウンター。スルーパスを狙う。体を張ったプレー。ここで受けて中に合わせてくるか。さあ中はいる。ボールがつながる。もうこれいいでしょ。これはチャンスだ。止めた。いやこれよく止めましたね。いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。ディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。今のは非常に危険なシーンでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。ここでコーナーキック。時間はあまり残されていません。さあどうだ。これはクリア。これかミドル。
残ってる。惜しくもシュートが外れたところで終了の笛。2対0湘南、残念な結果となりました。さて北澤さん、今日のゲームどうでしたか。湘南としては試合を通して攻めるのか守るのか、そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまっていないと個人個人の力も活かせませんから、もったいないですよね。今日はちょっと残念ですよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。湘南が2対0、2点差をつけられ敗れています。